こんばんは。 MSTV ニュースの時間です。まずは二輪の話題から。 KTM ジャパン株式会社は2023年8月1日より日本における MV アグスタ製品の取り扱いを開始しました。新体制では今までに販売した MV アグスタの新車保証を継続するとともに、部品調達、生産体制、部品供給などサプライチェーン全般の強化に取り組むということです。今後は MV アグスタというラグジュアリーなブランドを体感できる場を設けるとともに、 MV アグスタに安心して乗れる環境整備を合わせて実施していくことで、喜びと満足を提供できるよう取り組んでいくとしています。続いて四輪の話題です。日産自動車株式会社は今月1日、フェアレディ Z2024 年モデルを発表しました。フェアレディ Z は一部仕様を向上したフェアレディ Z ニスモを新たに追加します。また、東京オートサロン2023に出展し好評だったフェアレディ Z カスタマイズドエディションを再現できる日産純正アクセサリーパッケージを今年10月下旬に発売するとしています。価格は539万8800円から920万400円となっています。最後はモータースポーツの話題です。トヨタガズーレーシングは7月28日、スーパー GT、GT500 クラスのドライバーとして長きにわたりTGR チームゼントセルモで活躍してきたレーシングドライバー立川雄二選手の今季限りでの引退を発表しました。8月5日と6日に開催されたスーパー GT 第4戦で引退に関する記者会見を行い、立川選手本人が引退の報告をしたということです。また今後残り5戦のスーパー GT の各会場においてトークショーを開催し、各地のファンへ感謝を直接伝えるとともに、過去の参戦車両、レーシングギアやトロフィーの展示などを行い、これまでの功績をファンと共に振り返る場を用意するということです。以上、MSTV ニュースでした。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、早速じゃあ今日のニュース振り返ってまいりましょう、はい、一番最後のトヨタガズーレーシング選手の引退の話題からいきましょうか、はい、ね、立川選手、僕ね、立川選手が F3 あたりにデビューした頃から、はい、あの当時、まあ、今ウェブですけど、ビデオオプションっていう車の、はいはいはい、あのビデオがあったんですよ、はい、毎月発売される、うんうん、そのビデオオプション僕大好きで毎月買って見てたんですけど、うん、その頃まだデビューしたての若かりし20歳とかね、21歳とかそのぐらいじゃなかったかな、うん、ぐらいに立川選手が登場して、まだね当時は新人だったので、はい、土屋圭一選手とか、はいはい、中谷昭彦さんとか黒沢元春さんとかにいろいろとなんか指導されてる場面も見ながら、あ、でも随分かっこいいレーサーが現れたななんて思ってね、ずっと見てました。だから大悟くんに似てませんか、顔が。ああ、あの北川景子の、そうそう、ウィッシュの、そうそうああ言われてみれば確かにね、はいはい、そうだから最初ね、僕はあの大悟君より立川選手の方を先に知ったので、はいはい、立川選手に似てる人が出てきたなるほど。そうで、まあそれからね、いろいろと F3 とか海外でもちょっと走ったりとかしながら、フォーミュラ日本にも出て、やっぱり主に GT 選手権ね、今 GT 選手権って言わないかな、今も言おうか、あのまあ GT でね、すごくね活躍されて、でね、トヨタの顔としてね、ずっと長きにわたって、でも若い若いって思ってたけど、もうすでにね48歳になられるんだなと思うと、でもどうなんでしょうね、うん、この先こういったモータースポーツで活躍されていく方、はい、どんどん若手も進出してはきていると思うんですけれども、うん、モータースポーツって、
まあ、もちろん動体視力とか必要な部分はあるけれども鍛えようによってはこう長く続けられるスポーツじゃないですか、うん、はい、そういったところでここ48歳で引退してしまうっていうのは、まあ、何かしら本人の中での、ね、限界が来てしまったんでしょうけれども、まあ、いろいろね、若手のこととかも、うん、育成とか、育成とか、ね、はい、まあ、そこでね、自分がこのチームにいても走れるけど、うん、やはりこうして若い人たちが上がってきた中で、うん、自分がここにいるべきなのかどうかとか、はい、まあ、やっぱりご本人もね、若い頃は先輩ドライバーから育ててもらって、うん、まあ、ひょっとしたらチャンスを与えて、ね、もらってきたかもしれませんから、そうですね、はい、まあ、そういうのをこう下の世代に返していくっていう、はい、気持ちになるんじゃないかなって、うん、ただね、すごくスター性のあるルックスのねルックスはまずもう本当スター性ピカイチですよね、ピカイチなのでね、はい、今後あれでしょうか、ね、やっぱりビデオオプションのね、今ウェブでやってますけど、ああいったものとか、まあ、モータージャーナリストとしての顔もまた持っていくのかな、うん、まあ、そうですね、うん、まあ、今後この立川選手自身の活躍っていうものに、ね、注目はしていきたいものですね、まあ、チーム監督としてもね、今後いろいろ、まあ、スーパーフォーミュラーではセルモの監督をね務めたりもしてますけれども、うん、はいはい、それと並行して何かこうタレント性のあることもね、うん、されたらしていっていただきたいなと個人的に思いますね。ということで、続いてのニュースですけれども、はい、こちらですね、 KTM MV アグスタの製品を取り扱い開始と。そうですね、はい、うん、確かに MV アグスタ、はい、どこで買ったらいいんだろうって確かにちょっと分かりづらかったのでね、はいはい、KTM って割と見るメーカーになったじゃないですか。そう、最近どんどん KTM 自身のディーラーがかなり増えてきてるんで、うん、全国で、はい、この前でも山形にオープンしたりとか、本当に全国で KTM の車両っていうのは取り扱い、うん、一部ねちょっと今まで多少あまり良くない評判とかあったと思うんですけれども、うん、それをリカバーしようっていうこのメーカーの努力、うん、そして日本での KTM ジャパンでの販路の拡大っていったカスタマーのサポートの部分ですよ、うん、そうしたものは本当に今充実してきていると思うので、まずバイク自体がかっこいいですからね、うん、そうですね、まあ、賛否両論分かれる見た目しているかもしれませんが、うん、やっぱりこの尖ったデザインとかね、そういうのはもう好きな人は本当に好きですからね、いかにもストリートファイターっていう感じでね、うん、そんな、はい、KTM が MV アグスタをついに取り扱うということで、はい、MV アグスタはまたこうちょっと高級路線のバイクなんですか。そうですね、結構高級路線のバイクです、うん、まあ、イタリアだったら他にドゥカティもありますけれども、はい、まあ、どちらも高級路線のバイク、うん、もうラグジュアリーバイクですよね。あ、なるほどね、うん、だから日常の足というよりかは本当に、はい、まあ、非日常を体感したいとか、うん、そういう人向けのオートバイになるんじゃないかなと。だから特別な日に乗るとか、うん、そうですね、そういったことなのかな、はいはい、まあ、でもかっこいいですよね、やっぱね、はい、それがやっぱりこう本当にどこで買ったらいいんだろう、整備はどこで任せたらいいんだろうとか、そういった問題、結構ね新しいモデルとかも出てきて、はい、ものすごいかっこいいデザインのドラッグスターとかそういうのも出てきたりしてるんですけれども、はい、まあ、今回、うん、まあ、ちょっと前か、あと本社、海外の本社自体が、はい、破産しそうになったりとか、なるほど、そういうところでいろいろメーカーとしての危機をなんとか今までこうね、いろんな人を企業の力を借りてやってきて、はい、で日本では今回 KTM ジャパンがこの製品の取り扱い販路拡大に向けて、そしてカスタマーサポート、はい、ディーラーネットワークの構築というところでサポートしていくということで、うん、乗ったことあります？アグスタはないです。アグスタはない。 KTM ありますけど、アグスタはないですね。興味ありますよね。いや興味ありますよ、本当に、ね、だから本当に今までどこで逆にどこに問い合わせたらこれ乗れるんだろうみたいなところがあったのが、ね、雑誌にはねたまにね特集は出てきますけど、うん、どうやってるんだろうなっていうね、はい、で、まあ、一応去年のね、はい、11月の時点でこう、KTM の親会社のピエラモビリティとアグスタの方で、うん、もうこの業務の提携についていろいろ発表があったと思うんですけれども、はい、そこからもうな話が進んで、うん、やっと、今年の8月1日から、はい、日本で KTM ジャパンが MV アグスタ製品の取り扱いを開始するということらしいですね。主任はその英文を読んで理解したわけですね。そうですね、はい、まあ、少し読むことはできるので、はい、ある程度は理解できます。さすが、はい、さあ最後は四輪の話題ですね。そうですね、まあ、これがもうもはや今日のメインと言っていいでしょう、はいはい、日産フェアレディ Z 2024年モデルの発表、うん、そしてバージョンニスモとは言ってないか、フェアレディ Z、はい、ニスモ
を、うん、新たにグレードとしてね、はい、追加したというお知らせなんですけれども、はいはい、どうですかフェアレディ Z への特別な思い入れみたいなの本郷さんありますか。そうですね、まあ、フェアレディ Z って言ったら、まあ、子供でも知ってる車でしたから、当時の子供、はいはい、当時僕の車に興味ない僕でも、うん、フェアレディ Z とスカイラインっていう名前は知ってました。でスカイラインが四角くてフェアレディ Z はシューンって長い車っていうのは知ってたので、多分あの興味のない人でも名前とね形ぐらいは知ってるんじゃないかなと。でやっぱりね憧れですよね、車に興味を持ってきたからは、ね、いろんな伝説がありますから、はい、でその中でフェアレディ Z をまず最初の衝撃だったのは Z32 が出た時、あ、はい、国内280馬力規制、ね、初めて280馬力到達した車だったし、うん、あそこからいろんなその馬力に対しての、うん、日本車だって馬力出していいんじゃないっていう風な流れになってきた車で、あの辺からやっぱりちょっとこう車の質感も変わってきたと思うし、うん、でそれからね台を重ねて Z33、Z34でどの台も息が長いんですよ。あ、うん、確かに。で Z34 出た時もうわかっこいいなったなで Z34 の時はバージョンニスモっていう形でニスモバージョン出ていて、うんうん、ね、あのディーラーで見た時には、まあ、それでもね当時バージョンニスモ540万だったかな、うんうん、そして今回出たフェアレディ Z のニスモ、はい、ニスモこれの形ね僕ね見た時おおかっこいいと思いましたよ。この形、そうですね、おーって行き過ぎた。このバージョンニスモのねいわゆるあの G ノーズって呼ばれるような形のノーズをねつけていたりとか、うんうん、まあ、このエアロがまた好評で、はい、あ、ごめんなさい、これはねカスタマイズエディションっていうタイプなんだ。これカスタマイズエディション、そうそう、これねあのオートサロンですごく評判が良くて、あの売ってまたちゃんと売ってほしいっていう声が、ニスモはこっちか、そうそう、これ、はいはいはい、これ見た時には本当かっこいいなと思いましたね。でねこのリアウィングっていうかスポイラーあるでしょ、はいはいはい、個人的にこのちょんってこうせり上がったね形のスポイラーも好きなんですよ。派手にこうグイッて上がるんじゃなくてちょっとさりげなく一応スポイラーですよっていうぐらいの、そうなんですよ昔ねあの僕が20歳ぐらいの時には AE86 のリアスポイラーもちょんっていうのがあったんだけど、はいはいはい、N2 スポイラーっていうのかな、こんなでっかいのがあったんですよ。あれもね当時ね湾岸スポイラーとかって呼ばれてねあの 180SX なんかにもついてね、はい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 、流行ってましたけどね、まあさすがにこの年になるとそこまでいかなくていいかなっていうね、その3分の1ぐらいの大きさでいいんでね。でもこのちょっとさりげなくこうまとまって、うん、でもすごくこの新しい Z のデザインの良さをすごく引き立ててるなっていう気が僕はしましたね。あとこれ発売当初やっぱりこの黄色い車体がまあよく使われていて、はい、うん、まあ、このイメージがかなり強かったんですけど、ね、このニスモの落ち着いた色合いというか、うん、はい、これもなんかいいでしょ、逆にこっちの方が Z らしいというか、うん、そうですね、落ち着いた色してて、まあ今回のねこの RZ34 っていうね、うん、形式ですけれども、まあ歴代のあの S30Z の要素を取り入れたとかはい、はい、ちょっとこう原点回帰に、そうですね、ね、走ったなんとなく分かるんですけど、このくらい派手でもいいかなとは思うんですけどね。まあそういったところからあのフェアレディ Z のカスタマイズドエディションっていうのが、うん、オートサロンで好評だったということで、はい、うん、やっぱ皆さんこのぐらい、逆にこれが標準の形でも僕は良かったんじゃないかなって。オートサロンの形でいうとこれですね、うんうんうん、あ、これはねやる前かな、これだ、あ、こっちか、こっち、はいはいはい、これがオートサロンで展示された、ちょっとこうついてるんですよね、バンパーとかね、はいはい、うん、あとこの部分ね Z のエンブレム、はいはいはい、こういったところもこれですね、それです、はいはいはい、まあ Z 乗る人はこういったところも大事ですから、うん、まあ、これをね本当にちょっと標準車ぐらいにしても個人的には良かったかななんて思いますけれどもね、まあ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 、ただ何せあの部品
調達がなかなかできなくて、今新規の受注をね停止してるっていうことなので、早くねこれの Z が皆さんに行き渡る日がね、来てほしいなと、はい、そうしないとウィズミーでも試乗車が高校車が借りれない。去年からずっと乗りたい乗りたいって言ってたんですけど、なかなかそのそれが実現できずにいたのでね、はい、こう新しく2024年モデルが出たということ で、ね、ちょっと、まあ交渉しつつ、はい、あの皆さんに試乗動画をお届けできれば、はい、良いかなと思います。はい、今日お届けしたニュースは、二輪では KTM ジャパンが日本での MV アグスタ製品の取り扱いを開始するという話題について、四輪では日産フェアレディ Z 2024年モデルの発表について、そして最後はレーシングドライバー立川雄二選手の引退発表について取り上げました。今週も MSTB チャレンジ男子キャスター7期生の本郷武史がお伝えしました。ありがとうございました。トウ